ははい、えー、皆さんこんこにちは、えー、今日もね、あの、相変わらず <laughs>、最近さこの、質問に答えるコーナーばっかりやっててね、えー、社会情勢とかそういうのねあの、やってくださいよなんて言うんだけど、ね、あのたまにはこうね、えーまあ、この挟んで <laughs>、やりますけども、まあ、質問もね、えー、皆さんあの期待を持って書、ね、いていただいてるんで、えー、ここはね、ちょっとう期待外れにさせちゃいけないんで。 とりあえず、ね、あの今日も質問にお答えしますので、えー、もし、ね、そのそう政治とか社会の問題とかいうのに、えー、もしその、ねえー、お話をしていただきたい方がいたら、えー、それ質問に書いてくださいよそしたらそっちの方向の答えもお出しますしで僕もあの、ねえー、公益財団法人の国策研究会っていう、ねあのー、ところで理事やってますから。 ま、政治経済については、ま、人よりは少し勉強してる感じかな。うなので、まあ、そちらの方面もお、お,お答えしますし、あとから、ね、いつもやってるあの、成功の、おね、えー、哲学、うね、あの、うん成功へのの感覚っていうのと、バカに聞くするのね、えー、やつをお題材にしてやってるのもありますから、まあ、そこの中でも、まあ、生き方とかそういうのもね、えー、ご質問いただければ、そこにもお答えできるし、もう、 幅広いんだから <laughs>、ね。ぜひ、ど、えーんとご質問をね、いただけばいいんじゃないかなと思います。ということで今日はね、これなんだ。もん、こ、こうち、んコウダさん。もん、もんこもんこさんもんこコウダさん。ね、えー、ということで、返信ありがとうございます。んあ、これね、あれだ。うんと、<laughs> コメント欄にどこに質問したりですかって <laughs> 入れてくれた方だね。だから 同じようにこう書いててくれば、ね、返信しますよって書き換え、書き、書き込んだ人ですね。相談内容を書きに記載いたします。えー、祖母名義の土地と建物の一戸建て、うん。祖母が居住、居住の建物だね、え六、ー、60坪程度と。祖母名義の土地とアパート、うん。収益物件、二階建て、八屋、50坪程度。はい。父名義の土地と、 建物の一個建て、うん、自宅、五つ坪デート、はいはい。うん、で、相続中、す、う、べ、ん、てを父が相続できるように、対象金を、うん、弟に払い、相続する。対象金を払うにあたり、融資の審査が通るでしょうか、うん、敷地内にあるアパートの買取の場合、七千五百万、うん。担保としては 自宅の都市建物のみで、現金はないです。うん。はい。で、相続後、自宅、祖母の家を取り壊し、自宅兼収益物件を建築したいと考えています。あうんなるほど。土地は父名義、建物は法人名義。すでに会社は設立していない代表取締役は母一人のみにしたいのですと。 銀行から融資を受ける際に、法人は資本金も少なく収入も少ないです。父を役員にすることで、融資の審査が通るでしょうかうーん、お父さん何やってる人だろうね。うーん、まず、基本的にね、えっと、まず、7500万を、その、弟から買い取る。 うん、あのね、えー、っと、多分、相続中ってことなんで、遺産分割業務書って作ったと思うんですよ。でそうすると、そこに、あのー、ね、えー、財産目録って作るでしょで財産目録を作ったら、ね、本来のその相続税評価額ってが出てくるわけ。だから、それで買い取ってあげたらいいんじゃないの多分、そのじ、ね、うーん、まあ、場所がどっかわかんないけど、 うん。敷地内にあるアパートの買取か敷地内にあるアパート。うんこれ、建物だけってことうん。祖母名義の土地とアパート。あ、そうか。だから祖母名義の土地とアパートが多分敷地にあるのか。だから、うん、そうすると、 この物件そしたらまずうなんとまあ相続税評価額が、まあ、7500万だとすればその7500万の金額を払えばいいんだけど相続税評価額を上回った部分だと、うん、ひょっとするとその、ね、弟さんから買い取るわけだからあのちょっと税制上に問題が出るかもしれないよ、うん、逆に言うと安く買い取ってもダメだし高く買っても多分ダメだと思うわけだからそこで えー、相続税評価額をまず調べて、その金額にで買うということね。で、そうすると、あの、実は相続で発生した、まあ、おばあちゃんがいて、で、で、お父さんがいて、弟さんがいて、で、えー、いうことだと思うので、そうすると、今度は、弟さんが、その物件いらないよって言うんだったら、お金で解決してあげる。で、その際に、えー、お父さんに相続財産がこっち来るわけよ。そうすると、 この相続財産を担保に入れて、融資は、あの、組めますよ。うん。あの、よほどそのお父さんの属性が悪くなければね、うん。あの、普通のお父さんであれば、あの、多分うん、問題なく、うん、大丈夫だと思うんですよ。まあ、例えば、あの、極端ないしね、そのお父さんがブラックだったらダメだよ。うん。だけど、うん、そうでない限りは、多分今の話でいけば、うん、普通に、その、将来の収益が見込める話だから、ね。 えー、だってこのね自宅と祖母の家を取り壊して、えー、自宅兼収益物件を建築したいわけだからそうすると収益物件の,その収支ね、えー、いわゆる事業計画,計画書っていうものを作って、えー、提出すれば僕は難なく借りれると思いますよだそんな心配いらないんじゃないかなあの誰と相談してやってるのか分かんないけどあのどこなのこの人、まあ、そうだね場所書いてないもんな バシバシってない。うん。ただまあ、あのー、当然、そのね、えー、いわゆる、えっ、ー、とー、相続税の申告をするの多分税理士頼むと思うんだよね。そうと、まあ、当然だけど、そ税理士の先生とも相談しながらうん、あとね、金融機関にお付き合いはないということであれば、うんその、例えばその、うん、 今度そこのね、新しく建てるね、もう騒動が発生したわけだから、そこに対して建物のまず計画を入れなきゃダメよ。ね、で、うちでもやってますよ。<laughs> ちょっとコマーシャルするんだけどね、えー、南アジア建築工房っていうね、えー、僕は今代表取締役会長の立場でやってる会社があるんで、えー、そこでプランをまず入れるってこと。それでプランを入れたら当然だけど、そこのおね、賃貸のいわゆる えー、確実な数字ってものが出せるわけ。でね、えー、まあよくそのハウスメーカーさんとかだと、すごい高い家賃設定してきたりね、高いサブリースで、あのー、提案してきたりするんだけども、あのー、そこはね、あの、ちゃんと、あのー、実践に合わした賃料設定をきちっとすること。で、長期的に運営ができるかどうかっていう判断もする必要があるわけ。で、それで長期的に運営ができるっていうことであれば、 あねえ、えー、それに基づいた、あ、事業計画書ってのを作って、で、それで金融機関に持ち込む。で、例えば、まあ、関東圏とかね、あのー、まあ,あ、うちだったら、ああ、いわゆるう、東京、ね、神奈川、あ,あとお、名古屋、大阪ね、そこだったら、うち支店があるんで、まあ、そこで一応、相談に乗ってもらう相談に来ていただければ、ああ、そこでですね、 え、いろんな判断できると思います。で、そこで、あとはね、あの、特に相続対策に強い金融機関たあるんですよ。まあ、いわゆる資産家向けの、まあ、言えばわかるわな。<laughs> お金持ちの人たちが付き合ってる銀行さんね。そこは意外に通りやすい。こういう話だとね。あとは、地方銀行ね。まあ、例えば、神奈川県内であれば、まあ、横浜銀行とか、 ああですね。えー、あと信用金庫もね、あるじゃない。でそういうところで、えー、融資の打診をしてみて、で、融資の承認がある程度取れるってなれば、それからいろんな計画をするってことね。だからよくさ、あのー、まあ、うん、この辺だって言っても、まあ、つい、2、3年前だけどね、あのー、建設会社がね、の,の話に乗っかっちゃってさ、で、その、 うーん医療系ってンとビルをね、まあうちもね、あの1件2件やってるんだけど、あのーうー、何の調査もしないでね、立てちゃった人いるのよ。<laughs> それなかなか埋まんないよね。うーで、えー、結局診療券調査とかしないでさ、立てちゃった人がいて、で、なんとかなりませんかって来たけど、やっぱりなんともなんないよね。だって、あのー、他のね、まあ、あのー、お医者さんが、 まあちょっと出ちゃってると、そこにね、えー、普通のテナントいられないでしょっていうことになっちゃうんだよねで。限定的になっちゃうから、結果的に、あの、プラン、ね、プランニングから、あ何かね、その建設会社に丸投げでやってたけど、結局テナントが入んないってさ、で、苦労するのはさ、自分たちじゃんだから、確実な、その、事業計画を立てなきゃければダメよ。うん、と僕は思いますね。うん、だから、 あの、あと、どこだっけ。あの、横浜市内の場合は、今ほらいいね、商業地域だと、1階、2階、3階をね、商業施設にしなきゃいけない。で、その三階から、あ、4階か。四階から上をね、えー、住宅にするのはいいですよって言うんだけど、その1、2、3階なかなか埋まらないじゃん。そうすると、まあ、そこでちょっと問題がね、えー、資金的な問題が出ちゃったりするよね。あと、もっとひどいのはね、いつか気をつけたらいいよ、これ。 ま、名前言うのですけどさ、あのー、大手でしょね。大手のハウスメーカーさんがね、結局自分が、そこの事務所を借りますと。一階部分を借りますと。で、その上の建物をね、このマンション計画を建てて、で、マンションを建ったの。ね。で、その、一階部分の借りてる賃料が、あれ確かね、壺3万円くらいで借りてたのね。で、えー、僕が見たところ、 明らかに、これ、ツボさんは無理ですよと。一番も難しいかもしれないねと。で、あと面積もそんなに大きくないのよ。で、それをさ、あの、借りること前提で立てちゃったの。それで、たった5年くらいで出ちゃったの。うん。だから、契約書はさ、確かに最初のね、えー、賃料設定もできてるし、いろいろ、あのー、ね、えー、普通の賃貸借契約じゃん。だから、事前にね、3ヶ月前に予告すれば解約できるようになってたの。 だからね、5年くらい経って、もういいんじゃねつって出てっちゃって。ね、で、結局、開いたまんま。で、結局今はオーナーさんがね、自分で使ってるみたいなさ、状況になってるけど、そうすると結構さ、一番家賃高いところの、うん、賃料がゼロになっちゃうわけだから。大変だよね。だからまあ、そういう意味でも、やっぱりね、うーんと、建築をするときはさ、やっぱりこの、 賃貸のプロね、を入れなきゃダメよ。で、うちなんかだと、まあ、うん、CF ビルマネジメントの会社が、まあ、その賃貸管理やってんだよね。で、それで、えー、日本テナントサービスっていうのが、あの、テナント関係の、お専門のお仲介してるわけでしょそうすると、もう、明らかに、その、テナントのね、日本テナントサービスなんかにね、その、聞いて、ここでどんな客がいるああ社長、ここ無理無理。 ね、やめた方がいいよって言えばやめちゃうしね。いや、そこだったらもう先に客つけますよって言うんで、じゃあ先にね、えー、客つけて、そのね、えー、テナントのにあったようなプランニングをして、で、えー、引き渡してあげるっていうこともやってるわけよ。ね、そうすると、リスクの高いところは先にね、お客さんつけちゃうっていう。で、つけた後に、もしこいつが出ちゃったらどうするのって言った時に、また代替のプランね、 こいつがダメでもこういう業種で入るんじゃないのっていうのがあれば、僕はそれで、それでいいと思うんですよ。まあ、あの、ね、えー、この間もね、まあ、一つの、うん、土地のプランがあって、で、そこに、えー、最初は、まあ、ね、コインパーキングでいいかなって思ったのよ。 でコインパックのとこに投げたらさすがにやっぱ借りるって話になっておじゃあこれいけるなと思ったんだけどその後に周りにちょっとコンビニあるけどさコンビニ入ったらいいかもねって言って、ね、募集かけたら、ね、その日本でのアナウンサーが連れてきてさ、あのー、たまたまそこに、えー、コンビニが出ることになったんだよ。 うんコインパーキューの方にはちょっとすいませんごめんなさいでてさ <laughs> 一応ね謝 <laughs> ってね、あのー、コンビニにしちゃったんだけどそうすると、あのー、例えばそのコンビニが出ても実はねそこの場所は申し込み3カ所入ったんだよだからこれがダメだったらここでもいいわけじゃんっていうことだよねっていう風にあのー、まあある程度そのリスクをね計算しながらね、あのー まあ出店したんで、まあ結果的にね、長く借りてくるんじゃないかなと思うんですよね。で、うちもほら、あの、実際にね、えっ、ー、と、セブエルブにね、あの、年建物貸してるしね、あと、カツさんにも貸してるしね、あと、なんだ、うん、大手の、なんだ、名前忘れちゃったけど、酒屋さんも貸してるしね、あと、な、ゲオにも貸してるな。うん、あと、なんだ、花丸うどんか、にも貸してるな。<laughs> いろんなとこ貸してんだよ。<laughs> <laughs> だそういう面でいくと、まあ、いろんなさあの、うん、業種との音で、ね、付き合いがあるから、まあ、そういうのをね考えながらやっていく手法がいいんじゃないかなと思いますね。ですからむやみにねその建物っていうのも土地があるからた土地があるからそこに建物を建てるっていうんじゃなくてこの土地だからどのような形が一番いいのかっていうことねを考えて建てる、まあ、これがいいんじゃないかなと思うんですよね。 ぜひそういうのね、えー、ま一、あ、回ちょっと、あの、もし、そのうちのう、近くの人っていうかね、えー、まあ、関東、関東くらいね、えー、あと関西、えー、とね、近畿あたりの人だったら、相談に来ていただければ、あ,ある程度、こう、はね、立てられるようにしますので、えー、ぜひね、個別相談っていうのがあるんで、えー、そっちに申し込んでいただいて、えー、いらっしゃったらいいんじゃないかな、うん、別にそこでお金取るわけじゃないから、うん、ぜひね、 えー、そういうのも相談に乗りますので、えー、ぜひあのご相談に来ていただけばいいんじゃないかなと思います。ということで <laughs> なんかこれもどうかな <laughs> まあ同じ教遇の人いねえか <laughs> あんまり数いないかもしれないな。<laughs> でもまあ答えるつっちゃったからね、まあ、これもちょっと再生回数あんまり伸びないかもしれないな。<laughs> でもね皆さんいいあのそうは言ってもさ人生いろんなことあるじゃんさ。で僕のこのこ話を聞い,といたとに 頭の中にね、潜在意識に少し入るじゃん。そしたら、誰かこういうふうにお困りになったときに、あ、それはこうした方がいいんじゃないのって言える知識がある。あ、植えついてるんだから、ね、あの、無駄にしないで、って思うんだよね。えー、だから絶対にね、あの、えー、チャンネル登録は外さないでね。<laughs> この間5人くらい外れたんだよな <laughs>。どういう理由で外してるのか分かんないけどさ <laughs>。一回登録したら外す必要もないでしょって僕は思うんだよね。うん。だからもうどんどんね、やっぱチャンネル登録してくださいよ。で、ね、興味のあるとこだけで構わないからさ、ご覧になってください。で、過去もだって俺、2008年からやってんだからね、これ。ね、あの、前はほら、朝礼っていうのをね、やってたんだけど、昔あのほら、YouTube で10分以上だとね、あの、ダメだったんだよ。 だから、ね、昔のやつはもう10分で収まるようにね、やってたんだけど、今もう17分くらいとか。10分超えてもただの状態になったんで、ね、こうやって収録してますから。まあ、昔のやつ見てください。あこの間もね、あの、ある方は、ね、2年前にこういう、ねあ、2年前か、2年半か、2年半前に僕はこのインフレとね、あの、をあの予言してるのよ。で、それを見た方が、あ2年前からこういうことに、 ねえ、目を向けたのすごかったみたいなのが書いてくれてさ。えー、だから古いやつでも見てくださいよ。あの、ほとんど曲がってないから。うん。あのー、そんなにずれてないよね。うん。だから、あの、なんかその時代の流れにさ、こう、なびくようなやついるけど、俺はなびかない。うん。やっぱ自分にね、一応哲学持ってるから、あのー、ねそんなに、あの、ぶれることはないので、えー、それをね、ねその、お疑いになってる方は。<laughs> 過去の2008年から見てください <laughs> ということで、えー、それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続して、このようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますしまた、いいねボタンをですね、押していただいてコメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね 配信をお楽しみにしてください。